ティッカーボールで遊んでみた。よいしょ。コジロ、レジャー、カーズ、アザス、ウータ、ウィラーズ。はい、ということでですね、はい、本日の企画は、はい、キッカーボールで遊んでみた。よいしょ。いやー、飛んでこぜー。キッカーボールです。キッカーボールです。はい、まあ、いろんな YouTube の方がやってます、はい、せっかくなんでね、はい、あのただ遊ぶだけじゃなくて対決しようかなと思います。やったっしゃ、対決勝負です。ガチ対決、ガッチガチのガチでいきましょう。ガッチガチのガチ。じゃあジャージ一緒なんで、この2人で、はい、自分とカズニーで、はい、俺は、俺はウタはキーパー。ウタキーパー、うん、オッケーオッケー。それでは行きまーす。シュート。はい、ルールは、はい、相手チームは、はい、上に壁に入ることは OK です。いきましょう。負けません。実際ゴールって軽そうだから、思いっきり蹴っていいと思うね。うん、とりあえず壁気にせず、気楽に打ってみてください。どうこい。何や。1本目、よし。おっ、うわっ、いやめっちゃ速かった。めっちゃ速かった。やばいわ。壁の外からいや。めっちゃ上がっちゃう。ナイス。オッケー。なんのやばい、やばい。やっぱあれぐらい回転かかってカーブでかかっちゃう、決めちゃうから。そうですね。カーブいけない。バケガリ。じゃあ自分ら高校1本目いきます。よいしょ、いきます。やべーやばー。いやー、そう来た、そう来たか。勝ったと思ったわね。バーミライの強さ加減でちょっと向かいに行きます。よし、これは取られたらやばい。日本も取られたらやばいよ。うわ、めっちゃ上がるやん。あんな上がる。いや、いや、いや。マジ、いや、めっちゃ飛ぶ。トロインナイス。出しちゃう、出しちゃう、出しちゃう。俺も天下向かいに行く。天下向かいにして。やっちゃいましょう。見てて。よし。上がるんですけど、変化も出ますし、この曲がりを計算して蹴るのはなかなか難しい。でも僕が決めてこのゲーム終わらせたいと思います。頑張りましょう。よし、はい、いきます。よし、やっぱり僕たち勝ちました。
サンキュー。分かってても取れないこの変化。全部コウジロのおかげ。3本決めました。あざっす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 。よかったです。はい、ということですね。はい、結果、コウジロあざっすチーム勝利で、もうこれはコウジロの勝ちです。間違いない、間違いないね。薄かったな。ウータがめちゃめちゃ強いのが、キーパー留学してた。なるほど。いやーもう強いわ。はい、ということでですね、はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントお願いします。せーの、ウィロー。Mm-hmm.